マタギは日本の東北地方、北海道から北、関東、甲信越地方にかけての山岳地帯で古い方法を用いて集団で狩猟を行うものを指す。狩猟を専業とすることがその定義とされるものの現代においては単にマタギ里として有名な土地に生まれ猟銃を使う猟を専業とする猟師を指すのが一般的である。獲物は主に熊のに 青獅子や日本ル、ウサギなども獲物とした。古くは山立ちとも呼ばれており、特に秋田県のアニマタギが有名である。その歴史は平安時代にまで遡る。近世以降は狩猟に銃を使うが独特の宗教観や生命倫理を尊んだという点において日本の他地方の漁師や近代的な装備の狩猟者とは異なる。森林の減少やカモシカの近量化、 山村の社会、経済環境の変化により、本来的なまたぎ漁を行うものは減少している。近世に入ってからは、狩猟を専業とするものつまり、本当の意味でのまたぎはごく一部の人間に限られている。またぎは漢字を当てた場合、またぎまた鬼またはとなる。またぎの語源は、諸説あって不明である。有力な説としては、 東北地方でカ人ドを意味する、山立ちがなまって、またぎとなったという説、またの木の皮を剥ぐため入山する人から来ているという、菅井真澄の説、アイヌ語で、冬の人、狩猟を意味する、マぎ、またタギ殿がなまったものという説、山々を一またぎに越えてゆくように歩くからという説、執念深く、獲物を追あるいは熊さえ撃ち殺すのだから、鬼の、また強いものということから、 またギであるとする説などがある。ただし、日本語のまたぎという語が先にあり、この語がアイヌ語に取り入れられたという説もある。またぎの成立に関しては、平安時代とも、鎌倉時代とも言われ今なお定かではないものの、伝説的には、万事万三郎という漁師を祖としている。またぎたちが所蔵している悲観、山立根本巻、山立由来の巻によると、聖は天皇の頃、 上野国の赤木明神と下谷国の日光権元とが戦い、おろちである赤木明神の圧倒的な力の前に日光権元は苦戦を強いられた。そこで日光権元は白力に化けて山を下り、日光山の麓に住んでいた万事万三郎という弓の達者な漁師に火星を求めた。果たして万事万三郎は見事に赤木明神の両目を射抜き、たまらず、 赤木明神は退散したので、これを喜んだ日光権元によって山立五面を授かり、これが日光浜田木の始まりと言われている。この巻物が書かれたのは研究四年の頃の話であり、この万事万三郎なる漁師は天智天皇の末裔とも伝えられている。上小阿弥周辺で一般的なまたぎ槍と三角中継状と溝が特徴のまたぎ熊槍またぎの活動時期は、 冬季から春の芽吹き前の季節に集中している。すでに明治維新後の頃には、マタギも、専業のものは稀になっており、大半が兼業であった。マタギたちの本職はまちまちであり、猟期ではないカキは、手っ取り早く現金が手に入る、鉱山労働や農業、林業などに従事していた。狩猟の対象は、換金効率が高い月のワグマや、日本カモシカが主だが、 昭和初期には乱獲の影響から日本カモシカが天然記念物に指定され狩猟が禁じられた。日本ザルなども乱獲の影響から一時激減したため時代が降るにつれて換金効率の高いクマに狙いを絞って狩猟するマタギが多くなった。マタギイコールクマ漁師のイメージは日本カモシカや日本ザル等の比較的小型の獣が狩猟対象獣から外されたゆえでもある。 月のワグマの丹生、いわゆる雄ンは、古来から万病に効く薬と信じられており、熊の一門目、金一問目と称されるほど高額で売れた。丹生だけでなく、月のワグマは、毛皮や骨、血液、脂肪までもが余すところなく、薬や薬よけのお守りとして、高値で取引された。まとまった現金収入が見込めない、三冠壁地の住人たちにとって、 熊がもたらす、現金収入はまさに生命線であったと言える。マタギは熊を山の神からの授かり物を捉え、アニチックでは、ケボカイと呼ばれる儀式を行って解体した。ケガワヤニク、ユータンなど、マタギ感情という慣習に従い平等に分けた。初頭の頃、森の木の葉が落ち、山中でも見通しが効くようになる冬になると、マタギたちは集団を作って、 森吉山や八幡台周辺の山地、大宇山脈や白神山地、朝日連峰のような奥深い森林に分け入り、数日間にわたって狩猟を行った。漁はかなりの大規模な漁とならない限り日帰りの場合も、多く万が一の宿することとなっても、大半は山中の洞窟をシェルターの大大物として利用したり、その場しのぎのぼんぼりを掘ったりしての宿していたとされる。 彼が少人数、もしくは単独業である場合、またぎ小屋と呼ばれる小屋にあらかじめ米や焚き木などを運び込んでおくことで上と寒さをしのいだ。いざ狩猟が始まると、またぎたちはここを基地として熊狩りを行うのである。この小屋は周辺の大木の切り株や木板を並べただけの非常に簡易なものなので、長持ちはしなかった。風雨によって壊れると、 翌年はまた新しい小屋が作られ、マタギ小屋は数世代にわたってマタギたちのベースキャンプとなった。また、故郷を遠く離れて何ヶ月間も漁をする旅マタギの場合はマタギ宿と呼ばれる馴染みの農家に投入するなどし、その宿賃は狩猟の後に生産された。場合によっては旅先で無養士に迎えられるなどして、 最終的にはその地に居ついてしまったマタギも多く、こうしてマタギたちが持つ豊かな狩猟の技術の蓄積はじわじわと東北の各所に伝えられていった。こうしたマタギ宿は秋田県由利郡町会長、岩手県雫市町田もぎの沢内村、海沢などに存在していた。山の神様は女性神、しかも相当の仕込めであるため、山に女性を入れると、 山の神様が焼き餅を焼き、漁の失敗と不幸をもたらすと信じられている。したがって、漁のための入山に際しては、女人禁制である。もっとも、近年は女性に対して、柔軟な考えをも持っている山親方もいる。またぎは、またぎ言葉という独特な言葉を用いる。鉄砲を使った漁の形態としては主に3種類ある。 大人数で山中に展開して熊を包囲して仕留める。巻狩り、単独もしくは小人数で足跡などの痕跡をたどって獲物を追跡する。忍び猟、冬に越冬穴内いで、冬ごもり中の熊を仕留める穴熊猟である。現代において、またぎの両方としてイメージされるのは巻狩りであるが、その他にも鉄砲を用いず、山中で圧殺式の穴を仕掛ける。 平落としと呼ばれる罠漁等も言っていた。またぎ組の各人はそれぞれ仕事を分担する。巻狩りの場合、通常は合図役の向かい待っての指示に従い、せこが熊を谷から尾根に追い立て、鉄砲撃ちのいるところまで追い上げる。一つの集団の人数は通常8から10名程度だが、狩猟の対象によっては数十人編成となることもある。またぎ組の投領は叱り、 ないし、すかり、親方と呼ばれ、大抵は、漁の技術や山の知恵に長けた老練な漁師が、認じられた。山中における叱りの権限は絶対であり、漁そのものだけでなく、宗教的儀式や炊事など、山中で行われるあらゆることの一切を取り仕切る、立場にあった。また、熊の冬民期である冬から初春にかけては、穴熊漁と呼ばれる漁も行われた。これは、 雪が降る前に熊が越冬しそうな穴を探しておき、いざ冬となったら中に眠る熊を強制的に追い出して仕留める量である。この場合、熊は冬眠中であるために、毛皮の状態が良く、また、何よりも消化に必要な単汁が使われておらず、目方のある雄端が取れるため、第二次世界大戦前までは盛んに行われた。穴熊量の場合、まずは越冬穴の中に、 腹ばいで入り、中に熊がいるかどうか確認する。その後、穴に直接衝撃を与えたりして強制的に熊を起こす。冬眠中であった熊は起こされてもすぐには襲いかかって来ないため、そこを仕留めた。また、穴止めなどと称して越冬穴の入り口に手近な芝を立てることも行われた。熊は越冬穴の入り口に障害物があると決して押し出すことはせず。 越冬穴の中に引き込もうとする習性があり、穴から半身を出したところを仕留めるのだという。また、熊はこの芝に組みついている間はいきなり飛び出したりはしてこないので、穴止めには安全対策の意味もあったという。無事獲物を仕留めると、獲物のご霊を慰める儀式、川たちの儀式、獲物を授けてくれた山の神に感謝する儀式等が取り行われた。 主言道に由来するというこれらの儀式は、叱りが主催者となって取り行う。この際に唱えられる呪文は叱りを継ぐ者に対し、先代の叱りから失踪症で受け継がれた。これら各種の儀式や呪文については書く、またぎ里ごとに微妙な違いがあるものの、信言を唱えるなど、全体的には、主言道や信言集の影響が色濃いとされる。現代では、 鉄砲が使用されるが、明治新以前は、ひなわ銃が用いられた。鉄砲を意味する、白びれというまたぎ言葉もある。このほか槍や鳥かぶとの毒矢を用いた時代もあったと言われる。鉄砲が登場する以前は熊槍と呼ばれる槍を携帯し、これで熊を突き殺して仕留めることもあった。なおアイヌも甘っぽを見回る際に、護身用として、穂先に鳥かぶとの毒を塗った槍。 オプクアを携帯していた。マタギの使用する武器は時代とともに進歩し、明治時代には陸軍払い下げの村多銃、その後はスコープ付きのライフルとどんどん高性能な武器を利用している。しかし、高性能な武器の存在が集団で狩りを行う必然性をなくし、マタギ文化が衰退した一因ともなっている。古くは、 鉄砲に使用される鉛弾や弾薬はまたぎたちが自分で調合、作成していた。その他の持ち物としては、長さと呼ばれる独特の形状の山刀を所持した。この長さは、なたとして、ヤブを切り払うたは、料理の時には包丁として使ったり、仕留めた獣の皮を剥ぎ肉を切り分けたりするのにも使用され、いよいよの時は身を守る武器にもなった。 この長さは、通常の腰なたのように木製のハンドルがついたものの、他、鉄を打ち伸ばして、持ち手の部分を袋状に成形した袋長さという一体成形型のものも存在し、ここに棒を差し込んで即席の熊槍として使用することもできた。この長さは、現代においても和製サバイバルナイフとして人気があり、アウトドアにも用いられている。武器以外では、 雨蓋と呼ばれる網傘をかぶり、防水、防寒用に犬やカモシカの毛皮を羽織った。手袋もかつては毛皮製であった。穴掘り道具や杖として使う木製のヘラを持ち歩き、冬山では漢字器を履いた。その他、ウサギを狩る、ウサギまたぎは、藁だと呼ばれる稲藁を編んだものを用いた。ウサギを見つけると、これをフリスビーのように投擲する。その作家音を、 猛禽類の羽音と勘違いしたウサギは、本能的に身を固くして、じっとしてしまうため、そこを手づかみで捕獲した。マタギといえば、とか獲狩猟犬を連れているイメージがあり、マタギ犬と呼ばれる日本犬もいるが、実際のマタギは狩りにあまり犬を用いなかった。これは、マタギの行う狩猟形態が、単独で行われる忍び猟から多人数で行われる巻狩りに移行したためであると、 思われる。集団で行う巻狩りのような形態の狩猟においては、熊に対して激しく吠えつく、犬の存在はかえって邪魔になったためである。戦前はチーヌと呼ばれる狩猟犬用として小型の秋田犬がいたが、これは現在知られている大型の秋田犬とは違うとされる。マタギは山の中ではマタギ言葉という特別な言葉を使い、 里で使われる言葉が山で使われることを忌避した。例としては、死ぬを、サジトルと言い,い、熊を、いたずと呼ぶなどである。また、それ以外にも口笛を吹くこと、女性と会話したり、女性の体に触れたりすること、鉄砲をまたぐこと、七人で山に入ること、お三に立ち会うことなど、近畿事項も多くあった。厳しい雪山の自然に立ち向かってきたまたぎには、山は、 山の神が支配する場所、そして熊は、山の神からの授かり物、寮に入る前には水盛りを行うなど、独特の信仰を持ち、獲物を仕留めた時、獲物を解体する時、狩猟組に新入りを迎える時などには特別の呪文を唱え、儀式を取り行った。またぎの信仰する山の神は、嫉妬深い仕込めであるとされ、より醜いお小銭を備えることで神が喜ぶとされた。 そのため、マタギは、漁の際に干物にしたお小瀬を懐に入れて持参したと言う。また、山の神は公職であり、マタギ発祥の地といわれる兄では戦前まで、一人前のマタギとして集団に属する儀式の際、新成人は鳩を生きり立たせて狂い踊り、山の神との象徴的な交合を行って、結婚をする儀式が取り行われていた。これは、 マタギ州以外に公言することが近畿とされ公言が、はばかられていたが、戦後の民族調査での聞き取り記録で明らかになった。これらの風習について、アイヌ文化の影響を指摘する声がある。また、マタギ言葉もアイヌごとの類似性を指摘されている。これらのアイヌ文化とマタギ文化の類似性は、気候家の菅江真美によって、江戸時代から指摘されていた。 主なマタギが活躍した集落が、そのマタギ集団を指す。山村の過疎化や、生活の変化が進んだ現代においては、漁師が激減、または、ほとんどいなくなったり、狩猟を行う人がいてもマタギ文化が継承されていなかったりする地区もある。一方で、後日のように、白神山地や秋田県阿仁地区では、マタギ文化を観光や地域を腰に生かしている。また、 小玉川では、マタギの慰霊日式に由来する、熊祭りが行われている。牛肉や山菜、キノコなど山の幸を多く使うマタギ料理の店が営まれている地区もある。青森、秋田両県にまたがる白上山地では、ツアーガイドや自然保護活動を行う、白上マタギ社が活動している。特定非営利活動法人、秋田花丸。 グリーンツーリズム推進協議会と、秋田県観光文化スポーツ部、観光戦略課地域振興班が運営するサイト、美の国秋田、桃源郷を行くによれば、北秋田、和野郡、猫、荒瀬、肝臓、お市内、荒野たり、非立内、鳥取内、中村、田辺り、アニマイ大股、森吉、砂子沢、八木沢、萩方、金沢大、大湯、大楽前の、 各集落。世界遺産、白神山地、峰浜村、藤里町、仙北郡、上日野木内、戸沢、中泊、堀内沢、下日野木内、西、明寺、片尻、玉川、小沢、田沢、西方内、柴巻、神代、白岩、中川、高久市内、雲沢、大神星栗沢,沢、豊岡、湯田の各集落。湯里郡、百沢、 上直根、中直根、下直根、猿倉、上笹子、下、笹子、お友の各集落五月群、東成瀬、右五町上仙道飛山平か群、山内村三津又、南郷。美の国秋田、桃源郷を行く旅またぎの記録、秋山のり行き以上の通り、秋田県内には、数多くのまたぎ集落が存在したため、現在も色濃くまたぎ文化が残っている。 秋田県の中でも特に山深く開発が進まなかった北秋田市、兄地区の森吉さんの南麓は、またぎの里として知られている。アニマタギの狩猟用具は2013年に国の重要有形民族文化財に指定されている。アニマタギ用具は1959年に秋田県の有形民族文化財に指定されている。秋田内陸縦貫鉄道には、北秋田市アニ中村に、 アニマタギ駅があるほか、同駅の周囲に、ダト温泉、マタギの湯、熊、熊園などのマタギの名を冠した観光地がある。かつて数百人いた、アニマタギは2020年時点で三十数人に減っており、途絶えた風習も多く、装備の変化も変化している。上海山を狩猟場とする。上海山の東北東、標高400メートルの盆地に、マタギ集落の百宅がある。 紹介またぎは、百択、キャンジキズラ、皿側の3系統に大別される。ありがとうございます。